はいどうも皆さん、初めての方ははじめまして、敷島と申します。よろしくお願いします。はい、というわけで、今回はフォールアウト76をやっていきまして、で今回はマームルレビューチャレンジですね。で、ですね、今回は10連引いていきます。1日でね、300枚の証書と、交換できるというようなイベントをやってまして、で、あっという間に1000枚溜まったので、今回は10連ガチャを引いていって、で、気になったものをピックアップするという回になります。というわけで、早速ではやっていきましょう。10連ですね。前回はね、爆発性戦士が出たので、とりあえずやっていきます。はい、ドン。おっと、これはちょっと面白いですね。候補ですね。これは候補にしておきましょう。面白いな。次。今一つ。今一つですね。AP 減ですね。悪くはないです。悪くはないですね。次。はい。はい。爆発か。ダメか。はい、ダメですね。フィクサ。アサシンか。アサシンはダメですね。ちょっと一回整理します。はい、整理し終わったのでやっていきます。2回ですね。あと2回できます。ではドン。ガンマ戦士は前回で凝りました。そうですね、まあ今回はそうですね、クワッドのあの頭を使っていきましょう。頭。クワッドの頭はどう？これですね。アサルトロンの頭部。今回はこちらの方を使っていきたいと思います。さて、改造していくんですけれども、何か改造ってできましたっけね？クワッドの頭。ないですね。ないな。改造できないということでしょうかね。頭を、じゃあ早速登録しまして、これですね。クワッド回収されたアサルトロン頭部ですね。モッドなしってありますね。今回はこれですね。クワッドですね。アサルトロン頭部はチャージすればチャージする分だけ強くなる。ということなので、クワッドなので、どうなってしまうんでしょうね。アサルトロン頭部はですね、かなり長い間、バグがついていた武器なので、とりあえずリロードしてみましょう。4、5。確かこの辺りがマックスだったんです。確か5発、4発だったかな ?4 発か5発か、マックスだったので、20発までいけるはず。結構時間かかりますね。リロ速がついたらもう少し早くなるんでしょうかね。はい、20発ですね。やっぱり20発。ドン。どうなんでしょう。長らくですね、先ほども申し上げた通り、クワットじゃなくても、アサルトロン頭部はバグがひどかったんですよね。全然ダメージが出なくてね。なんかすごい格好になるな、リロードすると。ただ、貯めれば貯めるほど強くなるということなので、ちょっと楽しみといえば楽しみ。誰かいないかい。いますね。とりあえず20発分でしょうかね。来ましたね。ちょっと、一発しかないから。外したし。一発しかないから。結構当てるの大変かもしれませんね。やっぱ時間かかりますね。20発はね。全然ね、ダメージが出ない時期が長かったんですよね。2、1、はい、オッケー。はい、ドン。何？
ん今すごいダメージ出ませんでした？え、なんか今4桁ぐらい見えたんですけどただ一発ではないですね。ワンパンではないようです。ワンパンではないんですけれども、うん、足怪我してますね。なんかすごいダメージ出ましたね。4桁ぐらい見えたような目の錯覚でしょうか。目の錯覚であるはず。はい、ドン。何、やっぱり4桁出ますね。4桁は出るんですけれども、実際のダメージとはだいぶ違うみたいですね。本当に4桁ダメージだったらもう今頃、あ、すごい、5発のチャージで1300ちょいですか。まあ表記バグでしょうかね。なんと見えませんね。もう少し検証したいところですね。ただ数字通りのダメージが出ているのであれば相当強力ですね。2万か。あ、でも結構ごそっと削れますね。あ、すごい削れるな。なんかすごい骸骨があるな。後で写真撮ってみましょう。すごいダメージ表記というよりも相手の HP バーですね、がだいぶごそっと削れたので実際のダメージはかなり出てるみたいですね。ちょっと面白くなってきた。なんか面白い武器を手に入れてしまったかもしれませんね。さあどうかな。ダメージ表記は大きかったんですけれども全然削れませんでしたね。 HP バーの、お、なんだろう、ダメージが大きく削れる時と削れない時がありますね。あー、この違いは果たしてバッツだったからかな。ちょっと面白いちょっと写真撮っておきましょう。なんか歯医者にいる時の私みたい。さて、今回もハーパーズフェリーに来ました。さっきねちょっと思うところがありますね。バッツで打つとあんまりダメージが出ない。ダメージ表記がねもう多分数値がバグってるのであのあたりはあんまり参考にはならないので、相手のね HP ゲージの減り方、お、ワンパンだ、すごいな。相手の HP の減り方を参考にしましょう。で、バッツだと全然減らなかったので、いいダメージ出ますね。あんまりそこまでチャージしなくてもだいぶ削れますね。3、4、5、そのあたりで十分なダメージが出るっぽいですね。あれは、直接狙った場合なんですけれどもね。そうですね、確かねそんな記憶がありますね。あの確かアサルトロン頭部のバグでもね、以前あったバグでもなんかそんなねバッツを使うとダメージが減るというようなバグの内容だったような記憶がありますね。多分そんな感じ。はい、よし、ワンパンじゃないか、あれ、もしかしてあんまり試すぎるのも良くないかな。一発だとさすがにダメですね。一発だとやっぱり全然敵のダメージが、HP が減らないで、2発以上だとダメージが飛躍的に上がりますね。ということでチャージはだいたい2発ぐらいからといったところでしょうか。チャージしすぎるとあんまりダメージが出ないようになってしまうという可能性もワンチャンありますね。やっぱり不安定といったら不安定ですね。やっぱり2回ですね。チャージは2回で十分なダメージが出ますね。
やっぱそうですね、なんかずっと試しやすいように立っててくれてますね。バッツだと全然本当ダメージ出ませんね。直接照準だとダメージが出るんですけれども、うん、本当全然違いますね。つまり、まとめますと、まずバッツはダメですね。バッツを使ってはいけない。で、またチャージをしすぎるのも良くないようですね。おう、ワンパン。うん。なので、だいたい2から3チャージで、直接照準ですね。で、いい感じ。いい感じ。まあ、いい感じ。そうですね。チャージする時間があるので、まあ、効率がいいかと言われると、そんなに効率がいい武器ではありませんけれども、ただ予想以上にね、ダメージが出るのはいいですね。ちょっと楽しい。うん。痛い。なんか工夫すれば使えそうですね。工夫すればね、このダメージですからね、悪くはないですよ。フュージョンセルを、3つか4つ使って倒せるんですから、うん、やっぱり威力は高いですね。そのあたりは気に入りましたけれどもね。ただただデイリーオプスとかでね、使えるかというとそうではないとは思います。まあね、こういう武器があってもいいでしょう。ね。強い武器ばっかりじゃね、つまらないですから、こういう遊び心のある武器があってもいいと思いますね。せっかくだから、ワンパンできる数が知りたいですね。ワンパンできる数。とりあえず3チャージ。で、半分か。3チャージで半分。2チャージで3分の1。ということは、4チャージぐらいかな ?4 チャージでワンパンできるぐらいになると思う。今のスコーチではちょっと参考にはなりませんね。ダメージを食らってたので。4チャージ。あ、はい !4 チャージでワンパンですね。おう。4チャージでワンパンか。悪くはないですね。最初の3チャージで半分、2チャージで3分の1。ということは、そうですね。ダメージが倍ぐらいになっていってるんでしょうか。だとしたらすごいですね。うん。やっぱり4チャージでワンパンですね。おお、ダメージが倍か。とはいうもののですね、チャージをしすぎるのもどうもダメっぽいので、クワッドの意味がない。クワッドの意味がちょっとないですかね。チャージをしすぎるのはダメなのも、クワッドである理由が特にないですね。それはちょっといただけませんね。ダメージ表記がね、すごいことになるので、一瞬ドキッとはするんですけど。そうですね。ドキッとする。それでいいじゃないですか。ね。もう、遊び心ですよ。遊び心。ね。遊び心をなくしたらダメです。ね。そういう遊び心をね、フォールアウトというゲームの中に残した武器。それがこのクワッド回収されたアサルトロン頭部ですね。もうそれでいいです。納得しました。はい。というわけで、以上がクワッド回収されたアサルトロン頭部でした。いや、そうですね。やっぱりクワッドが全然いきませんね。もうダメですね。クワッドはね。あの後もですね、何回かやったんですけれども、やっぱりチャージすればチャージするほどですね、ダメージが落ち着いていってしまうというのが分かったので、やっぱりクワッドはなくていいですね。普通のアサルトロン頭部だけでもいいと思います。でもやっぱり本当にね、面白いです。楽しい武器ですね。
このようにですね、これまで使ってこなかったような武器の価値観、新しい発見、そういったものを見つけていくというものが、このマームルレビューチャレンジの醍醐味ですね。というわけで以上が今回の動画となります。ご視聴ありがとうございました。次回もまた何か面白いことをやりますので、見てくださったら嬉しいです。それと、もう一つよろしかったら、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは、四季島でした。